はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年10月の5日火曜日、現在時刻が16時42分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。今日は北海道札幌市に来ております。後ろに見えているのが札幌テレビ塔ですね。観光地としても有名な札幌テレビ塔でございます。ここに、ね、時刻を表示しておりますが16時42分と、ね、表示されていると思います。今日の、ね、北海道札幌市ですけども、お天気の方がですね、曇り時々雨ということなんですが、この夕方に入ってですね、この時間雨がね、小雨がポツポツと降ってきている状態でございます。今日の札幌市ですけども最高気温が19度ということでですね、今日は、ね、冷え込んできましたね。昨日は24度まで上がってて、かなり、ね、気温上がってたんですけども、今日は20度を割ってかなり、ね、冷え込んできました。それではね、本日のマーケットを見ていきたいと思いますが、株式相場も冷え込んでおりますね。本日の東京株式市場ですけども、日経平均株価622円安ということでですね、大きく値下がりいたしました。7日連続での続落ということですね。一時東京株式市場900円を超える、ね、値下がりも見せておりました。株式相場ですけれども、ね、昨夜のアメリカ株式市場も大きく下落して、まあ、その流れを、ね、引き継いだということですね。ハイテク関連の株が、ね、特に売られておりまして、かなりです、ね、下落しておりますね。日経平均株価ですけれども622円の 2.19% 下落、トピックスは26ポイント下がりまして 1.33% の下落、そして新興市場の マザーズですけども、こちら25ポイント下がりまして 2.34% の下落とですね、東京株式市場大きく下落しております。アジアの方の株式を見ていきますと、アジアの方はですね、今日はね、韓国は 1.89% 下落、台湾は若干上昇いたしましたね。で、中国はお休みなんですけれども、香港ですね、香港は 0.476%、ね、上昇しました。香港ハンセン指数、香港レッドチップスもですね 0.39% 上昇しましたので、一旦この流れが止まるかなという、ね、期待感はあるんですけども、アメリカのニューヨークダウンの、ね、先物の価格で見ていきますと、16時44分現在、ニューヨークダウンは、ね、89ドル下がっておりますね。一方ナスダックは50ポイント上がっているということでね、株式相場大きく下げておりますが、一旦ここで下げ止まるかどうかが、ね、注目ですね。今夜のアメリカ株式市場がどうなるかというところですね。で、一方仮想通貨なんですけども、こちらは堅調ですね。ビットコインは16時45分現在549万円ということでですね、昨日と比べると 3.45% で上昇しております。ビットコインがドルベースで言いますと現在 4万9000ドルですね。4万9000ドルという価格となっております。4万9260ドルということですね。5万ドル間近というところまで、ね、迫ってきましたビットコインですね。これだけ株式相場が大きく下落している中、仮想通貨ビットコインは特に強い動きを続けております。イーサリアムも37万6千円ということでね、 1.05% 上昇しております。このね、仮想通貨市場ですけども、まあね、力強い動きを見せているということで、ニューヨークの、ね、ダウが一時先週末と比べて500ドル以上、ね、値下がり しました。で、東京株式市場も、ね、一時900円を、ね、超える大幅な下げとなった。この中でですね、投資家がですね、リスク回避をの姿勢を強めているということで、まあ、中国の不動産大手のね、恒大集団ですけども、こちらがね、まあ、売買が停止になったということでですね、まあ、デフォルトの危機がね、再び出ているということで、そのね、再燃したその警戒感、これがですね、仮想通貨のに、ね、流れてきてるんではないかということですね。この投資する、逃げる逃げてるお金がですね、株式相場から逃げ出したお金が仮想通貨の方に、ね、流れてきてるんではないかというところですね。あと日本株の方ね、7日連続の下落となってるんですけども、岸田首相ですね、昨日ね、就任が決まりましたが、
こちらがですね、金融所得税の、ね、見直しを検討するということを、ね、配信いたしました。ここまで、ね、株式日本の株式相場は税率がですね、一律 20% なんですね。所得税が 10% で住民税が 5% でね、いくら利益が出ても 20% と優遇されてるんですけども、このね、税収を増やして低所得者や中間層に配分するというね、ことを経済格差を是正する負の再分配を検討すると見られるという、まあ、そういう方針を打ち出したりということですね。まあ、アベノミクスとはまたちょっと違ったね、アベノミクスからまた一転して、ね、新しい岸田首相のね、このね、政権ですけれども、そういう形でですね、今度はまあ中間層に対してですね、かなりこう優遇していくと、まあ、特にまあ富裕層に関してはですね、結構やっぱ税率上げたりして、まあ、そこからね取っていくという感じで、まあ、今回はね株式のまあこのね、一律 20% というね、所得税ですね、金融所得税ということもありますので、株式の方からもですね、こういうことでですね、もう仮想通貨の方はすでにもう 55% と決まっておりまして、おりますので、この株式の方からね、税率 20% の税率が上がるんだったら、ちょっと仮想通貨の、ね、流れてきてるんではないかというね、そういうこともありますね。そういうこともありまして、仮想通貨ね、値を上げております。でさらにですね、この仮想通貨ですけども、 ETF のね、可能性ですよね。SEC ですけれども、米証券取引会の SEC がビットコイン ETF、 これ上場投資信託ですけども、承認を、ね、待っておりということで、数週以内にですね、このビットコイン ETF に、ね、実現する可能性があるという、これはかなり大きなニュースですね。これはですね、SEC のゲンスラー委員長が先週、ビットコイン先物に投資する ETF ではなく、ビットコイン先物 ETF を望ましいと考えていることを改めて表明したということですね。まあ、この、ね、SEC のゲンスラー委員長の、ね、コメント、だったということもありまして、このビットコインの、ね、先物 ETF、 これが、ね、承認されるのではないかという期待感が高まっているということですね。これが、ね、ビットコインの、ね、まあ、ETF が申請されると、これは、ね、ビットコイン価格は一気に吹き上がる可能性が、ね、かなり高いですよね。まあ、今そういう期待感もあって、株式相場が軟調の中、ね、仮想通貨市場が大きく上昇していると思われますね。そうですね、その他ね、見ていきますが、まあ、仮想通貨の、ね、価格の方ですけれども、まあ、今日はですね、まあ、全般的に値上がりしておりまして、特に、ね、値上がりしているのがですね、ステラルーメンですね、 5% 35円です、 5% 上昇しておりますし、イーサリアムクラシックは 2.58% 上昇しておりますね、5943円、ビットコインキャッシュは 62,379円、 1.96% 上昇しております。IOST も、ね、6円台に乗ってきました。 2.59%、ね、IOST は上昇しております。エンジンコインは177円、ね、エンジンコインは直近で、ね、逆行高で上がっておりますので、今日は 3.29% 下がっておりますね。まあ、仮想通貨市場は、まあ、ビットコインが何しろですね 3% ということで、今コインチェックの販売所の価格を見てるんですけどもね、ビットコインのこの上昇のね、この値幅がね、やっぱ高いですよね。そういう形で、まあ、仮想通貨市場にお金が流れているという状況でございます。その他の、ね、ニュース関連見ていきますけれども、Facebook の株価ですけれども、ね、10月4日昨日ですね、 4.8% 下落いたしまして、マック・ザッカーバーグ氏ですけれども、1日で6500億円を、ね、喪失してしまったということですね。まあ、これはまあ株価が下がったので、マーク・ザッカーバーグ氏が、ね、持っている株価が、ね、それだけ資産が目減りしたということですけれども、世界の、ね、富豪ランキングで6位の、ね、マーク・ザッカーバーグ CEO ですけれども、保有資産が4日に59億ドル約6540億円減少したということで、すごいですね、1日で6540億円減少したということで、まあ、Facebook の、ね、この下落なんですけども、今日ですね、昨日からですか、 Facebook と Instagram がね、異例の時間、長時間アクセスができなかったということ、まあ、そういう障害が起きたということもあってですね、ありました。あとですね、アメリカの議会の方で Facebook の元プロダクトマネージャーのフランス方言
死の証言が行うと挙げられていて、ホーゲン氏はフェイスブックの内部告発としてウォールストリートジャーナルに社内文書をリークしているということで、ちょっとこのフェイスブックに対してリークのね、こういう話がありまして、まあ、こういう要因もあってですね、フェイスブック多く下がりましたね。非常に、ね、マック・ザッカーバーグ氏はかっこいいCEO でありますけれどもね、まあ、こういうふうに、ね、大きな株主でありますので、当然筆頭株主でありますので、ね、この、ね、影響を受けたということで、ね、Facebook の急落でございます。まあ、テック関連の銘柄がです、ね、大きく下がっておりますので、もちろん、ね、この Facebook だけではなくですね、ガーファム、ですね、Google、Apple、Amazon、Microsoft、まあ、他の、ね、企業たちも大きく、ね、値下がりしているのでね、まだまだこのニューヨークの株式市場どうなっていくかというところですけどもね、今日のね、戻しがあるのかどうかというところをね、注目していきたいと思います。その他のニュースですけれども、国内の方ですね、GoTo トラベルが再開の時期を検討しているということでですね、感染もね、だいぶね、減少してきておりますし、今緊急事態宣言もね、全ての都道府県に解除されましたので、いよいよ GoTo トラベルがね、昨年もありましたが、 GoTo トラベルがね、これが再開の時期を、まあ、検討しているということですね。まあ、これによって、まあ、経済がね、活動がね、活発化してくれたらいいなと思っております。今日はですね、まあ、そういう感じですかね。ちょうど今北海道がですね、日没が多分ですね17時ぐらい前後でぐらいだと思うんですけども、今日はまあ曇りで、まあちょっと雨もポツポツと落ちておりますので、かなりね空は黒くなっておりますのでね、もう早くもね夕暮れの状態となっておりますが、テレビ塔のねこの明かりが灯っているのがね明るさが感じてきますけれどもね、そういうね、状態でございます。はい、以上本日は、2021年の10月の5日火曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。